FX 投資です。このシグナル待ちなんですけども、3つ出てますね。で、今日はバイナリーオプションは1発目から勝利でした。今日月曜日ですね。まだデモで試験してます。バイナリーオプションデモで試験しております。先週のバイナリーオプションの成績は、1000円でしたね、利益がね。で、合計がね。で、少しちょっと設定をまた調整し直しまして、今週の成績を見ようと思ってます。デモでやってますけどね、使用率75%、今度は10個以上の取引で、やってますね。11月5日、もう12時9分ですね。で、これとこれがね、とこれがシグナルが出るということですけども、60%ですね、64%。確かではないんですけどね、このシグナルに沿って投資するといいという感じでしょうかね。ちょっと左側に載せておきますけど、見てるのはこちらがね、ここら辺だったらアラと一応セットしておいたんですけどね。ここでね、この設定で、この設定でね、売りのね、設定って、高音に設定するとダメなんです。高音にね、設定しちゃダメなんです。っていうのは、急上昇っていうのがあるんですね。バサンって上がることなんです、一気に。ですから、チョッパーで受けないようにね、しないといけないんですね。こうですね。これ、この時期にね、これ越したら、ね、売りでっていうふうに設定ダメなんです。こうチョッパーが出るときあるんですね。ドボーンと上に上がることあるんですよ。一気にね。だから、ギリギリまでよく見てるということ、監視してこれを越したらね、打つということですね。ビャキャーンとね、上がることあるんです。そうすると損害出ちゃうんで、ここにね、こういう設定しちゃいけないんですね。これですね。これやっちゃいけないです。設定しちゃいけない。ね、これやっちゃいけないです。ね、これや設定しちゃいけないんですね。アラートだけにしとくということですね。やるんだったらこっちの方が正解です。上にやるときはこれしかないですね。これはダメなんですね。売りのね、しとくと、ここにね、これ、バーンと上がることあるんですね。いつでもあるんで、常時設定しちゃいけないですね。っていうことを覚えていてください。ここでシグナルが出てるでしょ。ここでシグナル出てるんですよ。ね。他は？このシグナルはいいシグナルですね。で、ここは負けてるわけですね。これも、これは勝ってる。これも負けてる。これはタイ。勝ちですね。勝ちですね。勝ちですね。勝ち。勝ち。
これも負けてで上に来てからね、それでね、これね、これをこうやったのね、この方がいいんじゃないかってね。これがいいんじゃないですか。もうちょっと大きくかな。これ、500の500ぐらいがいいんじゃないですか、これ。これはこれどうやって、これも500も500でいいんじゃないですかね。どうなんだろうね。500、500だからこれまでかなということですね。今日はバイナリーオプションデモで試験中で最初の1本から買ってます。